ユニバーシティカレッジダブリンは、ダブリン4区、ベルフィールドに本部を置くアイルランドの国立大学である。1908年に設置された。大学の略称はユーシード。アイルランド国立大学を構成する大学であるため、アイルランド国立大学ダブリン校とも称される。大学の略称はユーシード。本校では、以下、ユニバーシティカレッジダブリンを指して、 ユーシードという表記に統一する。1482人以上の教職員と32000人以上の学生が在籍しており、2017年度の学生在籍数ではアイルランド最大の大学である。ユーシードは1854年に設立された大学に由来しており、聖マラキの祭日に、 ジョン・ヘンリー・ニューマンを初大学長に迎えて、アイルランドカトリック大学として開校した。1997年の大学法により、アイルランド国立大学ダブリン校に改称され、1998年の閣僚令により、ユニバーシティ・カレッジ・ダブリン、アイルランド国立大学ダブリン校に改称された。アイルランドで、唯一のウニウェルシタス21の加盟大学である。当初は、 ダブリン市街中心地に、ほとんどの学部があったが、4km 南の、ベルフィールドに移転した。大学評価の世界的指標の一つであるクア、クワクアレリ・シモンズによる、QS 世界大学ランキング2021では、世界第177位、ヨーロッパ第74位、国内第2位である。過去最高は、2009年の世界第89位。採用率ランキングでは、 世界第78位、国内第1位である。また、タイムズハイヤーエデュケーションのザ・世界大学ランキング2021では、世界第251から300位台等、国内第3位である。中央出願局は、UC シドに代わり、アイルランド、イギリス、欧州連合及び、欧州自由貿易連合の学士課程の出願を担当している。入学の決定は、 カオに合格受験者に通知を出すよう,いうシードが指示している。大学への入学はもっぱら学力に基づいている。最低限の入学要件があり、個々の学部、コースにはさらに入学要件がある。医学や音楽、演劇など一部の学部、コースは別の試験を受ける必要もある。カオはアイルランドの国家統一高校卒業試験のリービングサーティフィケートの結果に応じて、 合否を決める。イギリスの一般教育修了上級レベル、フランスのバカロレアなどの欧州連合及び、欧州自由貿易連合の試験や、国際バカロレアなどでも出願はできる。欧州連合の国民、または居住者ではない出願者には、異なる出願手順が適用される。大学院への入学は、UC ードが直接担当している UC ードの歴史は、 1854年にアイルランドカトリック大学の設立時まで遡ることができる。1908年に大学法に基づいてユニバーシティカレッジダブリンとなった。アイルランドカトリック大学のジョン・ヘンリー・ニューマン・ニューマンハウスカトリック解放の後、アーマー大司教はアイルランドで初めてカトリック教徒のための高等教育を提供しようとした。カトリックの上層部は ダブリン大学のトリニティカレッジに代わるカトリックの大替校を要求したが、成功会を見過ごすことを拒否した。1780年代以降、ダブリン大学はカトリック教徒の入学を認めたが、宗教的な入学試験があるため、カトリック教徒が大学の統治機関の一員としての地位を得ようとする努力の妨げになっていた。そこで、1850年に開催された、 サーリス会議でダブリンにカトリック教徒のための大学を開校することが決定された。その結果、1854年11月3日の聖マラキの祝日にセントスティーブンズグリーン公園にてアイルランドカトリック大学が開校し、ジョン・ヘンリー・ニューマンが初大学長に任命された。1855年にはセシリア通りにカトリック大学医学部が開校した。 私立大学だったカトリック大学は、王室からの認可を受けていなかったため、公認の学位を授与することができず、慢性的な財政難に悩まされていた。ニューマンは1857年に大学を去った。1861年、バーソロミュードロックが、学長に任命され、1879年にアーダと、クロンマクノイズの司教になるまで務めた。 1880年には、アイルランド王立大学が設立され、どの大学からでも、学位取得試験を受けることができるようになった。庁舎1882年に、カトリック大学は開祖され、セントスティーブンズグリーン校は、ユニバーシティカレッジと解消され、王立大学制度に参加するようになった。1883年、ウィリアム・デラニーが、 ユニバーシティカレッジの初代学長に任命された。カレッジには、ジェラード・マンリー・ホプキンスや、ジェームズ・ジョイスなど、アイルランド各地から学生が集まった。フランシス・シー・ヒース・ケフィントン、パトリック・ピアース、ヒュー・ケネディ、オーエン・マクニール、ケビン・オイディンス、トム・ケトル、ジェームズ・ライアン、ダグラス・ハイド、ジョニー・エ・コステロなどの著名な教職員や学生が、在籍していた。 1908年にはアイルランド国立大学が設立され、翌年には王立大学が解散した。アイルランド国立大学はダブリン、ゴールウェイ、コークの3つのユニバーシティカレッジから成り立っている。ヌイの設立後、カトリック大学医学部生理学教授の DJ コフィーが UC ードの初大学長に就任した。セシリア通りの医学部は UC ード医学部となり、 小学部が設立された。1997年の大学法により、UC ドはアイルランド国立大学の枠組みの中で、厚生大学として設立された。1911年には、アイバー伯爵のエドワード・ギネスから寄贈された土地が、アールズ・フォート・テラス、ハッチ通り、セント・スティーブンズ・グリーン公園の拡張に貢献した。アイビーガーデンズ公園は、 この寄付の一部だった。ユーシードはアイルランド独立戦争に関連した国内を呼び、国際のアーカイブの主要な保有者である。1913年にアルスター有志が結成されたことを受け、初期アイルランド史の教授であるオーエン・マクニールは、対抗するためにアイルランド国民軍の結成を呼びかけた。 その年の後半にアイルランド義勇軍が結成され、マクニールはその参謀長に選ばれた。第一次世界大戦が勃発すると、1914年に制定された自治法が実施されない可能性があるという政治的な認識から、自治党首のジョン・レドモンドはアイルランドの内政を支援する方法として、アイルランド志願兵にイギリスの戦争活動を支援するよう促した。 アイルランド内戦支援のための活動には、数々の u c シード教職員や学生が参加した。この動きに反対した人々の多くは、後に、イースター放棄に参加した。パトリック・ピアース、トーマス・マクドナルド、マイケル・ヘイズ、ジェームズ・ライアンなどの u c シード教職員や学生が、イースター放棄に参加したが、トム・ケトルや、ウィリー・レッドモンドなど一部は、第一次世界大戦で、 イギリスのために戦っていた。ユーシード関係者の多くはアイルランド独立戦争で戦った。AI 条約の調印後、4名のユーシード卒業生がアイルランド自由国政府に参加した。ユーシード卒業生はそれ以来アイルランドの政治に参加している。9名のアイルランド大統領のうち3名と14名のアイルランド首相のうち6名は元大学関係者である。 1926年、大学教育法により、メリオン通りの王立理科カレッジとグラスネビンのアルバート農業カレッジが u ードに移管された。1933年、ベルフィールドハウスはスポーツ目的で購入された。1940年にはアーサー・コンウェイが学長に任命された。1940年代初頭までには、大学は、 国内最大の高等教育機関となっていた。学生数の増加に対応するため、既存の都市中心部のキャンパスを拡張する試みは失敗に終わった。最終的には、大学をダブリン市の中心部から離れた広大な緑地に移転し、近代的なキャンパスを設立することが最善の解決策であると判断された。この移転は、 1960年代初頭に理学部がダブリンの南側の郊外にあるベルフィールドの1.4平方キロメートルに移転したことから始まった。その後、ベルフィールドキャンパスは近代的な建物とジョージ王朝時代のタウンハウスを継承した複合施設として発展し、大学の各学部のほか、学生寮や多くのレジャー施設、スポーツ施設などがある。 ユーシードの以前の立地の一つであるメリオン通りーーの王立リツリカ,カレッジは現在では改装されたアイルランド政府庁になっておりアイルランド首相の省庁が置かれている。ユーシードは前世紀の大部分の間グラスネビンにもあったアルバート農業カレッジの南側は現在ダブリンシティ大学になっている。建築給水塔ベルフィールドキャンパスは A&D ウェデューチャート パートナーズ・アーキテクツによって設計され、1972年にジョン・ポール・コンストラクションによって建設されたユーシード給水塔は、1979年にアイルランドコンクリート協会賞を受賞した。五角形の柱の上に、正12面体のタンクとの高さ60メートルの給水塔は、ユーシード環境研究ステーションの一部である。 1944年の卒業生1964年、ジェレミア・ホーガンが学長に就任し、トーマス・イー・ネビンが理学部を率いてベルフィールドキャンパスに移転した。また、同年に、ユーシードはヨーロッパで初めて経営学修士課程を開始した大学となった。1967年にドノーマリーはユーシードが ダブリン大学の厚生カレッジになることを提案したが、現在も唯一の厚生カレッジであり続けるトリニティカレッジの学生による反対を受けて取り消された。1969年から1970年にかけて小学部、芸術学部、法学部がベルフィールドに移転した。1972年、トーマス・マーフィーが学長に就任し、翌年に 図書館が開館した。1980年、UC ードはリッチビュート17.4メーカーの土地を購入し、建築学部が移転した。1981年、スポーツ複合館が開館し、1986年にパトリック・マスターソンが学長に就任した。1990年代には女性学の学生の中には、 女性の権利と高等教育への平等な入学への貢献を称え、ハンナ・シーヒース・ケフィントンにちなんで、性別学胸を解消するように請願した。夫のフランシス・シーヒース・ケフィントンは、ユーシードの卒業生であり、ハンナは、ユーシードの姉妹校である、王立大学の卒業生だった。キャンペーンは成功し、建物は、ハンナ・シーヒース・ケフィントン胸と解消された。 1990年、ユーシードは、ブラックロックのカリスフォートカレッジを購入し、スマーフィット大学院の所在地となる。同年、最初の学生村である、ベルグローブがオープンし、1992年には、第2位の学生村である、マービルがオープンし、映画研究センターが設立された。1993年、アートコスグローブが、 学長に就任し、翌年には、オライリーホールが開館した。レイチェル・ジョイントによる、ノアの卵2003年、ユーロ・イノベーションテクノロジートランスファーセンターのノバキドが開設された。2004年、ヒューブ・レイディが、学長に就任。2009年、ダブリン大学トリニティ・カレッジというシードが、イノベーション同盟を発表した。 2009年7月14日から8月15日にかけて、マコ内心王が UC ードで短期留学をした。2010年にアートデザイン国立大学と UC ードが学術提携を結んだ。これにより NCAD 卒業者は UC ードから学位が授与される。2012年に拡張された学生スポーツセンターが開館されたが、 陸上競技場の施設を閉鎖に伴い、学生が謝罪を要求した。2013年には、科学のためのユーシード・オブライエンセンターが開館し、法学部のユーシード・サザーランドスクールが開校した。現在では、欧州連合最大の顧問療法科大学院となっている。2015年には、アメリカ合衆国にて、グローバルセンターを開設した。2019年に、 エヴァン・ジョセフとキャスリーン・リンチによってコーディネートされたアイルランドの大学で初めての黒人研究センタークリシュー担任を開始した。クインビジネススクールブラックロックキャンパスのスマーフィット経営大学院大学は37のスクールからなる6つのカレッジからなる。また各カレッジには大学院も設置されている。以下は2015年9月の再編後の学部の一覧である。 入学試験中央出願局は、UC ードに代わり、アイルランド、イギリス、欧州連合及び、欧州自由貿易連合の学士課程の出願を担当している。学士課程への入学の決定は、加去に合格受験者に通知を出す、要指示する UC ードによって行われている。大学への入学はもっぱら学力に基づいている。大学には最低限の入学要件があり、英語、 またはアイルランド語の合格最低点と数学の合格最低点が必要である。また、ヨーロッパ大陸の外国語での合格最低点が必要な場合もあり、数学の高レベル試験で40%を超えると総合点数に25点加算される。また、個々の学部、コースにはさらに入学要件がある。例えば、理系の学部は通常、 一つ以上の科学科目で特定の点数以上が必要となる。アイルランドの国家卒業統一試験のリービングサーティフィケートの科目試験には高レベル、普通レベルがあり入学条件にレベルを指定する場合もある。また試験の総合点数で学部に必要な点数を達成する必要もある。総合点数は 通常リービングサーティフィケートでは625点満点である。例えば、2017年の法学部は合格最低総合点数は521点であり、経営学部経済、金融学科では最低総合点数が589点必要な、上、数学の最低得点が60%を超える必要がある。また、 総合点数は一部の学部は別の試験を受ける必要があり必要最低点数が625点を超えることもある例えば2017年の医学部は卒業試験のほか保健師入学試験を受ける必要があり必要最低限の総合点数は734点となる合否はカによって毎年8月中旬に発表される アイルランドのリービングサーティフィケートのみならず、イギリスの一般教育修了上級レベル、フランスのバカロレアなどの欧州連合及び、欧州自由貿易連合の試験や、国際バカロレアなどでも出願はできる。欧州連合の国民、または居住者ではない出願者には、異なる出願手順が適用される。日本を含む欧州外の場合、日本の高等学校卒業証書、 国際バカロレア、一般教育修了上級レベルのいずれかの受験者で、最低入学条件を満たすならば、直接入学できる。ただし、入学を保障するものではなく、優れた試験結果を保有している受験者を順に定員を埋める。高等学校卒業証の最低平均が2.5で、あり、個別の学部学科により最低平均点は変化する。または、 一年間のファンデーションプログラムを受けて入学することもできる。英語力は最低限アイルツで6.0以上、いかなる試験項目で6.0を下回らないことが条件である。以下は2015年9月の再編後の研究家の一覧である。経営研究科経営学部はクインビジネススクール、マイケルスマーフィット経営大学院、ビジネス。 インターナショナルキャンパスから構成されている。旧構成校である、クイーンビジネススクールは、経営学部の拠点となっている建物である。ベルフィールドキャンパスの3階建ての建物に位置し、主要な財政貢献者の一つである、ロッホラン・クイーンにちなんで命名された。他にも、アイルランド銀行、アイブ、アイリッシュライフ＆パーマネント、アクセンチュア、KPMG, PWC、 ダンズストア、アーンストンヤングなどが寄付をしている。2002年に開校した当初は、テクノロジーと通信教育に特化したヨーロッパで、唯一のビジネススクールであると主張していた。2005年度の初めに、ユーシードホライゾンを導入し、全学部の授業を完全にセメスター化及び、選択履修単位を導入した。このカリキュラムでは、 特定の科目分野から10の選択履修単位と、他のプログラムから2つの選択履修単位を選択する。以下は、u c ドの付属研究機関及び、付属大学病院の一覧である。u c ド学生組合は、学生を代表しているほか、人権問題にも取り組んでおり、特にコロンビアでの人権、労働組合の権利侵害疑惑を理由に、 学生組合が管理する店舗でのコカ・コーラ製品の販売禁止を実施した。この禁止は2010年に覆された。u c ー d スポーツセンターオリンピックサイズプール u c ー d には60以上のスポーツクラブがあり、毎年スポーツ奨学金が授与されている。u c ー d はゲーリックゲームズ、ハーリング、サッカー、ラグビーユニオンの大会に出場している。 ユニバーシティカレッジダブリン AFC とユニバーシティカレッジダブリン RFC がそれぞれの競技でラグビーとサッカーの主要なリーグに出場している。他にもゲイリックゲームズの UC ドガーなどでも勝利を収めている。また UC ド空手は日本空手協会に所属している。UC ドスポーツは毎年ダブリン大学トリニティカレッジとのカラーズマッチに参加し、 様々なスポーツの中でも特にラグビーで競い合っている。ベルフィールドキャンパスには様々なスポーツ施設がある。ナショナルホッケースタジアムやユーシードボールはラグビーとサッカーに使用されている3000人収容できるスタジアムである。ユーシードにはフィットネスセンター、スカッシュコート、テニスコート、屋内ライフル射撃場、20以上の運動場、屋内クライミングウォール、 二つのスポーツホールがある。スポーツセンターは2012年にユーシード学生センターの再開発の一環としてオリンピックサイズプール、温水器フィットネスセンターが加わった。レンスターラグビーの本部とトレーニング施設はキャンパス内にありラグビークラブのアカデミー、シニアスクワット、運営部門が入っている。施設にはスポーツ健康研究所の隣にある オフィスブロックと高性能施設が含まれている。また、UC ードの運動場も使用している。2012年に250万ユーロの費用をかけて完成させた。UC ードには59のサークルが運営されている。すべて UC ードサークルによって公認されている。中には日本文化サークルなどの様々な国の文化サークルや、 物理学サークルなどの特定の科目のサークルや政治系のサークルなどがある。UCED には現在キャンパス内で発行されている2つの学生新聞、ユニバーシティ・オブザーバーとタブロイド誌、カレッジ・トリビューンがある。UCED には学生ラジオ局であるベルフィールド FM もあり、同局のウェブサイトで年間を通して放送されている。このツボネは ユーシード放送協会によって独立し、運営されており、ライアン・タブリディア・アイルランド放送協会のリックをしやラジオ局の 98FM のバリーンなどの司会者を、輩出している。1990年に開局した。後年、正式に学生を迎える、学長歓迎式では、聖パトリック・ブルー、ネイビー、サフランのスカーフが贈られる。これらの色は、 学部の色にとって変わられ、現在では卒業式でも着用されている。ジェームズ・ジョイスの小説、若き芸術家の肖像は、スティーブン・ディ・ダラスが学生として在籍している、ユーシードを一部舞台にしている。ジョイスの死後に出版された自伝小説、スティーブン・ヒーローには、 ユーシードに在籍していた頃の話が書かれている。フラン・オブライエンの小説、スウィム・トゥー・バーズにては、ユーシードの学生が、メタ小説を書いており、作者が、自分の小説の登場人物から裁判を受けて、いるのが描かれている。メイブ・ビンシーの小説、サークル・オブ・フレンズは、1950年代に、ユーシードで、大学生活を始めた3人の女友達を、扱っている。 しかし、1995年の映画では、ダブリン大学トリニティカレッジでの撮影が、使用されている。コナー・マク・ファーソンの三作目の映画、ソルト・ウォーターは、ユーシードの、ベルフィールドで撮影された。ボストン・リーガル・シーズンに、第21話、言葉のサラダの日では、ユーシードなのか、カリフォルニア大学デイビス校なのかは不明だが、離婚の子供への影響は、親の死よりも、 はるかにダメージが大きいことが分かったという研究についての言及がある。2020年現在、400校以上の大学と学術交流協定を締結している。そのうち、12校は日本にある。日本中央出願局の点数記載では、H4 に相当する。また、イギリスの A レベルでは、C に相当する。ありがとうございます。